人生には人それぞれ心に残る思い出の歌があります。歌は道連れでもあり、また明日の夢でもあります。歌と共に歩む人生はワンウェイ。心の置き場所探し続けて、巡り合ったあの歌、この歌いつもいつの日も私は歌うことが生きること、人生はワンウェイ、私が決めたこの道、人生明日へ続くこの道。はい、皆さんこんにちは。ずいぶん春らしくなってまいりましたね、春風がなんとも心地よい季節でございます。ですがね、世の中相変わらずコロナウイルスで落ち着かない日々続いております。まあでもそんな中でございますが、待ちに待った春でございます。まあ、お一人お一人十分注意を払っていただきながら、ぜひこの気持ちの良い春の日差しを十分楽しんでいただきたいと思います。さあ、今日も元気にお送りいたします新民歌謡タイム。とっても今日も素敵なお客様をお迎えいたしております。もうこの番組にはすっかりおなじみでございます。いつも元気いつも明るいこの方です。皆さんこんにちは、北野真知子です。よろしくお願いします。大道さんいつもありがとうございます。とんでもないです、こちらこそ。楽しみに来させていただきました。ありがとうございます。もう本当にいつも新曲出るたびね、すぐにもご協力いただきまして、こちらこそ助かっております。ありがとうございます。すいませんね、まだコロナがね落ち着かなくてね。そうですね、心配ですよね、この先ね。そうです、もうなかなかやっぱお仕事がね、延期とか中止とかが多くて、なかなか本当皆さんの前で歌う機会が少ないっていうのがとっても残念なところです ね。でもほらまた新曲ねお出しになったわけですから、はい、そうなんです。まあキャンペーンはあちこちまた、はい、そうですね、一応、旅人生でね様子を見ながらというところですかね、今のところは。そうですよね、はい、本当に困っております、でこの時期って、花粉も重なってるんですよ。そうですよね、そう、私ちょっとね左目赤いんですよ、ほら。あ、本当だ、ね、眼鏡かけてるから分かんないでしょ。本当だ、そう、もう痒くて痒くて無意識のうちにこすっちゃうね。ないの花粉？私はなんか全然気がつかないというか大丈夫そうでございます。あ、羨ましい、羨ましい。でもたくさんいますよ、花粉の患者さん。そうですよね、今まあでもねマスクしてることの方が多いので、割といつもよりは楽っておっしゃる方も ね中にはいらっしゃいます ね。ただ涙は出てくるし、本当に悲しい時期でございますね。それでまあしょうがない、こういう時期で、まあ自粛生活は今なってませんけれど、はい、お家にいる時間が多いじゃないですか。そうですね、まちこちゃんのブログ見ましたよ。え、見てるんですか？見てますよ、もちろん。恥ずかしい、お料理が目に飛び込んできましたよありがとうございます。あの魚の煮付けが飛び込んできました、はい、もうあれ、ね、なんかさ、はい、定食屋さんみたい。本当ですか？なんかちょっとブログ載せてみようかなと思って、普段だったら、うん、お魚ドーンとか、うん、まあ、おかずその辺にボンボンってなんかタッパに入ってたりするんですけど、うん、ちょっと写真撮るのに、うん、お皿に写した方がいいなと思って、うんうん、ちょこっとずつなんか作ったものを。でも自分で作ったの？自分で作ります。偉い。でも魚ただ焼いたりとか煮たりとか私できないもんだって。お魚だって煮付けできないの？本当ですか？なんかさばくのはちょっとね大変ですけど。今袋入ってるの売ってるから。売ってます売ってます。それも煮込んじゃう。
そうです、そのままなんか味ついたのを湯煎すればいいだけのもありますよね。あるのよ。うち母が、うん、あの田舎の青森から、うん、あの焼き魚のその、うん、鍋で温めればいいだけとか電子レンジでチンすればいいだけっていうのを、うん、送ってくれるの？送ってもらったりするんですごく楽なんですよ。そうなの、ま、はい、もう皿だけ洗えばいいだけ。あら、鍋も何もやんなくていい。ただ温めればチンすればいいだけ。そうなん。じゃああのお魚そうなの？あ、あれはね、多分あのちゃんと自分でやったんですけど、本当そういう楽なのが多いので、うん、すごくいいです。まちこちゃん器用そうだね。全然全然温めるだけです。いやいやいや、でもおネギとほら卵の炒めとかさ。そうですね、そういうのはやりますね。なんかあのファンの方がありがたいことにネギ送って来てくださったり、うん、なんか皆さんこう農家の方がね、ええ、私はネギ作ってます、大根作ってますっていう方から。助かるでしょう。すっごい助かりますね。そうよ、やっぱりなるべくこういう時なんでスーパーに行く回数も減らしたりとかしてますし、うんうん、そうそうそう、そうなんで、もうで家にいることも多いんで、やっぱり外食しないんでどうしても作んなきゃいけないと食材が。そうよね、なんか本当にあのありがたいですよね。でも作り方は出してないの？ YouTube には上げてないの？作り方は上げてないんですけども。あら、そう、まあ、あのインターネットで調べたり、うん、あの便利よね。便利ですよね。で YouTube 本当大助かり。私あれ見ると何でもできますね。何でもできる、いい時代だわよね。いい時代です本当に。そうよね、助かっております。本当ですよ。そうで、私もほら今暇だから、はい、韓国ドラマ、中国ドラマ、朝から晩まで運動不足。確かにね、私も見てます。見てるじゃん。ハマるわね。ハマりますね。1話から私見たのは何話だ、100話まであったの。すごい長いですよね。なんか日本のドラマと違ってなんかこう10話とかじゃなくて、そうすごい長いですよね。そうなの、一番短くても20話とかそれぐらいですもんね。あれ舞台がいつも同じなのね。あ、また同じ舞台だと思う、うんうん、ちょっとほら、はい、ダンスを変えたりとか、そうですね、そういうのがあっても、はい、大体基本的には、うん、同じなのよ。あ、それだけ見てるってことね。そうですね。すごい。あ、そうなんだ。でマツコちゃんは、はい、その料理のさ、はい、レシピの中で何が好きなの？なんで、和食？和食好きなんだ。どちらかというとやっぱりこう和食が中心になってるかなと思います。そうなんだ、うん、なんかどうしても和食の方がヘルシーな。あ、そんな感じするわね。感じしますよね。するするする。私は逆。もうね、フライものが好き。ああ。エビフライ一番好き。でも痩せてるのに揚げ物好きなんですか？体の中には脂肪がついてるのね、血管にね。そうなの。でも確かに揚げ物はでも食欲増しますよね。そう。そう。ただね、YouTube 見てもエビがまっすぐなんないの。あ、ここに筋切り書いてあるんだけど、なんかまっすぐにするコツがあるらしいですね。あるのよ、はい、それ見て一生懸命やるんだけど猫背になっちゃうの、エビが。あ、そっか、エビだから。でもね、もともと曲がってるから。そう、ね、でもねレストラン行ったらピンと横になってる。なんでですかね。なんでかしらね。ちょっとそれちょっと私研究してみます。お願いします、はい、じゃあ次回来た時教えてください。エビまっすぐにする方法ねえ、また今度あのブログちょっとチェックさせていただき、レシピをたくさんちょっと載っけてほしいわ。わかりました、頑張ります。よろしくお願いします。はい、それでマシコちゃん今回の、はい、新曲出ましたよね、はい、先月発売になってますけれど、はい、これは高瀬川ってのはどこですか、場所。はい、今回高瀬川慕情という歌をいただいたんですが、ええ、この高瀬川っていうのはあの京都が舞台になってます。京都。そうなんです、鴨川の近くらしいんですけど、私もまだ行ったことがなくて、もうぜひ行きたいんですけど、そうなんです、京都なんです。またまちこちゃんの歌が魅力的だからね、早くもう聞きたい、もうリスナーの方がお持ちだと思いますので、はい、まずは曲の方先聞かせていただき、はい、けたらな、はい、それではご本人のご紹介で、はい、お願いいたします。はい、2月23日に発売になりました北野真知子の新曲です。高瀬川慕情、お聞きください。Thank you.
鴨の流れと高瀬の桜、二人で歩いた木行き交う人にあなたを重ね、一人たたずむ孤島の町、今日も静かに夜が更ける心寂しい高瀬北野真知子さんの新曲で高瀬川墓場をお届けいたしました。ありがとうございます。私ね、いつもこう真知子ちゃんの歌聞いてて勉強させられることいっぱいんだよ、はい、え、そうなんですか。特にね、はい、やっぱり言葉かな。あ、すっごいこうはっきりしてるじゃない。あ、そうですかね、うん、やっぱりこれ大事なことよ。どうしてもメロディーに沿って歌を歌っちゃうんだよね、はいはい、そうじゃなくて言葉をやっぱり伝えないと、はい、歌詞が聞いてる人に、あ、そうですね、それは自分の中でもちょっとやっぱり気をつけてるところで、うん、なんかこう聞いてくださる方がずっと歌詞を見て、うん、聞いてくださるっていうことでもなくね、うん、ラジオからこういう風にやっぱ流れてきたのを聞いた時に、そうそうそう、え、なんて歌ったんだろうと思うよりは、うん、やっぱり言葉が分かった方がいいのかなということで、ちょっとやっぱり自分の中でもちょっと意識して歌わせてもらってる感じですかね、うん、ね、 YouTube の話になって申し訳ないんだけど、はい、いろんなこうね、今日は肩痛いからちょっとなんか肩動かすなんか YouTube ないかなとかって見ててもね、はい、何を話してるか全然分からない人いる。一つ一つの言葉が全然わからない、はい、だから言葉ってすごく大事よ。そうですね、うん、だからそこは私ね、いつもね、はい、発音と発声か、はい、まちこちゃん勉強させてもらってる。 ありがとうございます。これからも気をつけて歌わせていただきます。よろしくお願いします、はい、それで、はい、早速でございますが、はい、毎回歌唱アドバイスコーナーでございます、うん、はい、よろしくお願いします、はい、今回は高瀬川墓場 川が、ね、舞台になってますけど、はい、まあ、川ってつく歌って割とこう流れがあってゆっくりした感じが多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、歌い急がないでやっぱりね、はい、ゆっくり歌っていただくことと、うん、まあ、今回岡千秋先生の曲なんですけど、はい、細かいフレーズがあるんですよ。こう上がって下がって上がって下がってみたいな、はい、そういうところしっかりこう言葉を乗せてね、はい、言葉を乗せるというか当てて、はい、はしょらないで歌っていただくといいかなと思います。あ、なるほどなるほど、はい、でも出だしが結構低めからスタートですよね、これね。そうですね、カモの
流れと高瀬の桜とか、うん、そのあーあとかってさあーあーくーとか、うん、そういうあの母音をしっかりこう前に出して歌っていただくといいのかなと思います。そうですね、はい、やたらめったら母音入れる人いるんだけど、そうですね、なんかあんまり入れすぎてもね、そうですね、なんかここカキカキしちゃうかもしれないんですけど、でもあの岡先生からのアドバイスでやっぱそういうとこしっかり歌ってくださいっていう、まあ、あの先生からの注文もいただきました。まちこちゃんのね、はい、CD を買っていただいて、そうですね、その辺はちょっと母音をちゃんと勉強していただいて、はい、母音をしっかり今回、はいね、出して歌っていただけると嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いいたします。でゲストコーナー、そろそろお別れの時間近づいてまいりましたけれど、はい、何かお知らせ等ございますでしょうか。そうですね、ホームページの方をご覧いただいて、うん、まあ、スケジュールがあの、まあ、延期になったり、はい、ね、中止になったりしてる部分もまだ のありますので、そうですよね、はい、またあのチェックしていただいて、ぜひあの近くにお邪魔する機会があれば皆さん応援にいらしていただけたら、うん、そうでございます、嬉しいです、はいね、はい、またまちこちゃんの歌は皆さんに愛されると思いますよ、この歌ぜひカラオケ好きの皆さんに歌っていただけると嬉しいです、ね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでここでとりあえず、はい、ゲストコーナー締めさせていただきますが、はい、番組はまだ続きますので、はい、最後までお付き合いまちこちゃんよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、というわけで本日は北野まちこさんをお迎えし、新曲高瀬川慕情をご紹介させていただきました。続きましては橋本明弘さんのコーナーでございます。シンガーソングライター橋本明弘の部屋のお時間です。さあ橋本さん、今日もよろしくお願いいたします。リスナーの皆様こんにちは。私の新曲心の絆で始まったこのコーナーのパーソナリティを務めるシンガーソングライターの橋本明です。木々の芽も膨らみを増し、そこはかとなく春が感じられます。まだまだ大変な時期ですが、必ず春は来るのです。皆様頑張っていきましょう。さて今回のテーマ曲は二見宗一さんの無情の酒をレッスンします。スローワルツの曲です。ワルツの場合は一拍目にアクセントがきます。いつものようにリズム発音音程に注意し歌ってください。歌い出しの忘れた昔に明かりを入れてはリズムに注意しながらレガートで、手は3拍伸ばします。一人飲んでる駅裏酒場は音がだんだん下がってきますので音程に注意し、パワー6パック伸ばします。うさを継ぎ足すはおとすを押さえ、俺の手をのおは3パック伸ばします。止めたあの指は歯切れよく、いは前にいが隠れていていいゆと発音します。あの涙のあは半音下がっていますので音程に注意し、だは3パック伸ばします。やけにちらつくはスタッカート気味に、くも三拍伸ばします。やけにちらつくはやけにとちらつくを分けて歌い丁寧に、今夜の酒だはスケールを大きく、運を強く、だは六拍から七拍伸ばします。では次回のレッスンをお楽しみに。さて今月の曲は新曲のカップリング曲ぬくもりをお送りします。ぬくもり、私の大好きな言葉です。人間関係の中でとても大切なことだと思います。では聞いてください。あなたが私にくれました、とてもシャイな奥
もの、それは安らぎ、それとも優しさ。信じることは愛すること、教えてくれた優しいあなた、今日も私は膝を抱いて一人そっとあなたの帰りを待ってます。さて、コロナ感染の収束が未だつかないため、橋本明弘のライブ活動を自粛します。また再開時には事前にお知らせしますので、よろしくお願いいたします。最後は群内ラビューをお送りします。私のライブでのラストソングにしている曲です。ロマンティックスローバラードで、とても心癒される曲だと思います。聴きながらお別れです。それでは See you next time. See you next time. はい、本日の新民歌謡タイムいかがでしたでしょうか。マチコちゃん、そういえばね、はい、マチコちゃんと青森県、そう青森なんです、弘前でしたよね。そうです、あっちって桜ものすごいでしょ。桜がね、もうちょっと時間かかりますけど、何月ぐらい、あれ4月終わり、5月ぐらい、そうです、4月の後半から5月の頭ぐらい、素晴らしい、ちょうどねゴールデンウィークあたりが本当、まあ、平年ですとね、ええ、ゴールデンウィークあたりなんです。今年はどうなんですか、雪がすんごく多かったらしくて、もう母に電話すると、うん、もう毎日1日3回ぐらい片付けてる雪を。本当に、はい、そんなにすごい降ったらしいんですよ。そうなんだ、はい、だからもしかしたらちょっと遅くなるのかなっていうのもあるんですけど、いいわね。でもね、もうね、やっぱり冬が長くて雪の中にいる分、その春の桜の咲く時期のもう楽しみなこと、楽しみなこと、桜祭りのこうギャラリーのこう、はい、なんていうのかな、はい、あれを見るとインターネット出てますよね。あ、そうなんですよ、うん、あの弘前城のお城の周りのこのお堀にね、素敵、あの散った花びらがすごくピンク色になるんですよ、あれ花いかだって言うんですって。桜の花びらの花いかだ、はい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 、あれがね、またこう
お花が終わってからも楽しめるという、うわすごい、いいとこにお生まれね、まちこちゃん。そうなんです。でもさ早くコロナが落ち着いてくれないと ね行きたいですよ。皆さんね待ちに待ってますもん ねやっぱり旅行を楽しみにしてる方もたくさんねいらっしゃると思います。もうなかなか実家にも帰れてないので、まあ、帰るのも楽しみですし、また今回のね高瀬川慕情が京都舞台にしてるので、本当ですよね、京都も行きたい、行きたい、いいとこですよ、はい、ね、そうなんだ、話つきませんけど、はい、それは私ね前にマチコちゃんいらっしゃった時にね、はい、ほら一緒にお食事一回も行ったことないわよねってマチコちゃん言ったの私に、はい、考えてみたらスパゲティ屋さん行ってるわよと思って行きましたね、行って3回くらい行ってんだ、行ってます、行ってます、でしょ、あと、はい、なんかスーパーマーケットみたいとかさ、行きました、私バカ買ったじゃない、1000円でねあれもあるあれを見るとマチコちゃん思い出すのよ、ね、えあまだ使ってるからショッピングカーで、そうなんですね、またねご飯も一緒に行ける時が来るといいなと思います、ね、今だってマスク外して15分くらいこう会話すると、はい、オミクロン株になんかするとかって言われたら ねマスク取れないじゃないね、そうですね、本当落ち着いたら行こう、はい、ね、楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします。まあそんなわけで、話つきませんけどまたねマチコちゃん来るのを待ってます、はい、はい、それでは最後に私の明日花を聞いていただきながらお別れになります、お相手は私大道真子と、そして本日のゲストは北野マチコでした。はい、それでは皆さん次回までごきげんよう。叫ばれ